はい、えー、私は17年、民間の生命保険会社で働いておりました、えー、自助、控除、共助という概念、皆さんもご存知だと思いますが、自分で保険料を払って、万が一に備えようという自助努力、まあ、このフィールドにいたわけですね。 ただどこかでこのままでは我が国の社会保障制度は間違いなく少子高齢化で立ち行かなくなる。まあ、国の保険料というのは、付加方式というのをとっていて、保険料を支払う人が、その原資というのは、今、 給付を受けている方々にそのまま充当されるという方式をとっています。保険料を支払う人が多い時代にはいいんですがあ、受け取る人よりも支払う人口が少ないということになると、やはりこれは、あの、負担と給付のバランスが悪くなる。これをなんとか国がしっかりとやらないと、 私たちの当たり前の日常生活が崩壊していく、これはならんという思いで、政治の世界で社会保障制度を変えていこうと思いましたうん、そうですね、やはりあの甘くはなかったですね、何か物事を作ろう、あるいは変えよう。 え、やめていこうということ。それぞれの立場、立場で、ものの考え方というのがありますので、え、それはそれで、あの、やりがいは、ありますが、その仕事の量は、民間にいたときとは、比べ物にならないほど、手間暇かかる。え、それだけ、あの、重要な、あの、部署であるということは、あの、痛感しながら、あの、十年間、 衆議院議員をやってまいりましたあっ昔を知る人間ですかやっぱみんなびっくりしんますよねあのまあどちらかというと自分で言うのも何なんですけどまあ意外ときっちりしてるってよく言われるまあ真面目そうだねとかまあ実はあの誰よりもな、うん、めかものでええー 会社員の頃は、あの、とても横兵で、うん、まあ。こんな部下がいたりは嫌だな、っていうその典型の部下で、えー、ありましたんでね、うん。まあでも皆さん、あの、昔いた、あの、会社のご縁返しもしなきゃいけないんで、えー、喜んでもらっていますし、えー、力強い応援もあのいただいて、なんとか、あの、今を頑張らせてもらってます。